どうも、ブヒケンです。本日は火曜日、外は曇り時々雨でございます。本日の作業を始めていくのですが、昨日の定休日にですね、動画をいつも見てくださってる視聴者様から、ちょっとやり取りをして連絡をいただいて、多分その方のプロの塗装屋さんだと思うんですよ。で、こういう風に塗装がうまくいかない原因っていうのがいくつか思い当たるんですけどって言っていろいろ教えてもらったんですよ、で垂れちゃうのあるじゃないですか。あれは多分ね、聞いたんですけど、説明もこれはもう僕が下手なだけですね、多分ね。でこの弾きの原因とかも聞いて、3つ4つちょっとこういうのが思い当たるんだけどって教えてくれたんですけど、でちょっとその方にいろいろアドバイスをいただいたので、ただその教えてもらったいくつかのこれじゃないかこれじゃないかこれじゃないかっていうのの対処法も教えてもらったので、ちょっとそれをね試しながらやり直していきたいと思います。はい。で一個ずつその原因をもう探ってる時間がそんなにないので、全ての対処法を全部まとめて、やりながらちょっとやってってみたいと思います。はい。どのみちちょっとクリア入れる準備からなので、そうですね、もう一回ちょっと足付けからっていう感じです。もう乾いちゃってるので、今機械だみたくなってます。半分よしよし、いやー汗びっしょになっちゃってる、暑い、湿気が多いと、よし、ちょっと一服してタバコ一本吸って続きをやっていきましょう。今日中にちょっと足付けだけ、濡れるばっかにしといて、んで明日天気が良ければ、んでまた室内温度を上げて、湿度が、そうだよね、やっぱ外が雨だとあれだからブツブツうるさいですね。んで明日お天気が、外のお天気が良くなったら教えてもらったことを全て盛り込んでやってみたいと思います。ではよっしゃー、だいぶ来ましたね。あとこっち側のフェンダーとドアだけ、よしよし、やっぱやってて、あっちこっちまだブラックの部分が、なんていうんですか、飛びみたいのが出てるもんで、もう一回ちょっと要所要所でシャッシャッシャッって入れて、ほんでクリアですよね。やっぱ明日だな、やるのは。今日中にちょっと濡れる段階までにしときましょう。そう、ほんで YouTube の方でね、書き込みというか質問っていうかお尋ねっていうのがあったんですけど、なんで消耗品なくならないうちに買わないんですかっていうのが入ってきたんですけど、これね、僕の動画前からずっと見てくれてる人だったらわかるだろうし、本当に僕のとこみたいにちっちゃいとこで個人経営で苦しい思いしてやってる人だったらわかると思うんだけど、こういう消耗品とか、僕前も動画で言ったんですけど、溶接のガスとかもね、全部ね現金取引でやってるんですよ。注文すると持ってきてくれて、これ塗料もね全て、なんでかっていうとね、結局その賭けでやってくれっていうのは1ヶ月後とか2ヶ月後には払わなきゃならないんですけど、その時にお金がないとその支払いもできないですよね、当然。ほんで僕が仕入れてるところっていうのはやっぱ友人でもあるところから仕入れてるもんで、最初言ってくれましたよ、賭けでやりましょうかとか、どうしようもなく苦しいとか、そういう風にしてもらったりはするんですけど、結局そこも個人経営なんで、僕がその料金払えなかったら今度そこの人の支払いがどうなるんだって話ですよ。なんで僕はいつも全て現金取引にしてるんですね。
本当にどうしようもない時はね、ガスもそうなんですけど、申し訳ないですけどちょっと今回賭けでやらせてもらえますかって言って2ヶ月後に払ったりするんですけどね。結局そういう風な仕組みになってるもんで、なくならないうちにほじゃ頼もうと頼みたいんだけど、その時僕の手持ち のお金が何にもなかったら頼むものも頼めないということなんですね。なもんで前から言ってるんですけど、結構安くやってくださいっていう人もいっぱいいるんですけど、こうやって作業すると絶対必要なものってあるじゃないですか、でそれはもう負けることができないので、もう自分の取り分工賃を負けるしかないんですよね。それで結構過去に僕ももう本当ギリギリまで追い詰められちゃったようなこととかもあるので、最近ではいや本当ねそれは無理ですって断るようにしてるんですよ。負けてくれって言われて、このぐらいの金額だったらやってもらおうと思うんだけどっていうセリフを言う人も結構来てるんですよ、だけど本当に背に腹は変えられない状態で何でもかんでも仕事取りたいぐらいですけど、それを取ったらもうその金額でその仕事をもしやったら、本当に破滅になるなっていうのも分かってるもんで受けないようにしてると、そういう感じなんですよ。なのでなんで消耗品なくなるって分かってるのに次注文しないんですかって、注文できないってことなんですよ。お金がないとできないで、今回もこのオーナーさんに今またやり直してますよね、クリア入れるっていうのもあるんですけど、ついでなのついでっていうかもう全体にやらなきゃならないので、結局その作業工賃っていうのはこれ今回僕が勝手にやってるんですよ。オーナーさんは前回来た時にもう進めてくれって言ったんだけど、僕が勝手にやってるんで今回やってるこの作業工賃なんかとても請求できないですよね。でもこういうね消耗品のお金だけはちょっとオーナーさん見てくださいっていうのはもう言ってあるもんで、おそらく相当いくと思います今回も、まだ全然足んなくて、まだ何箱か注文してあるんですけど、で結構な金額になると思うんですそういう消耗品だけでも、それだけでもどんぐらいいくかな、3万4万5万とかいっちゃうと思うんですよ、なもんでそれもね注文するときは届いてから僕が先にお金払うじゃないですかそのお金がないときとかも注文できないっていうときもあるんで、そんな感じで何言ってるかよく分かんないですけど、そういうことなんですよ質問してくれた方これね本当個人経営自分で経営とかなさった本当に貧乏経営とかしてる方だったら分かってくれると思うんだな。何回この光景を見たでしょうね。よしよし。よしよし。今5時でございます。なんとかここまで。